犬部は、漢字を部首により分類したグループの一つ。後期時典214部首では94番目に置かれる。犬の字は犬を表す。側面から見た犬の形にかたどる。犬と対称される時には、犬は大きいもの、犬は小さいものであるが、一般には区別なく、使われた。現代中国語ではもっぱら、犬のみが使われる。逆に、日本ではもっぱら、 犬が使われ、犬は、創句、啓明句刀といった熟語でしか用いられない。犬は中国で古くから飼育された家畜であり、六畜の一つに挙げられている。狩猟や牧羊に用いられるほか、その肉は、食用された。新石器時代から食用犬の飼育が盛んだったことが、知られており、羊頭句肉といった四字熟語も現代に伝わっている。食用犬の価値が下がったのは、 午後十六国時代、犬をもっぱら療養する北方騎馬民族が海北に移動してきたためであり、早朝以後、苦肉は席にのぼさずとして公には食用を禁止した。現在では南方の一部に食用の習慣が残っている。変貌の糸としては獣類に関することを示す。例えば、獣の種類や名称、獣の性質、獣を捕獲することなどである。また、 敵など異民族の別称に用いたものもある。他に獣類に関する変貌に体がある。犬部は蒸気のような変貌を構成要素として持つ漢字を収録する。犬、ありがとうございます。